ヨハネス一点一点の色奏感ヨハネス一点は、スイスの芸術家、理論家、教育者、スイスのベルンに生まれる。当初は、初等、中等教育の教職についていたが、青騎士、分離派、後にバウハウスに集まる芸術家たち等と接触するうちに、美術に傾倒する。特に、画家、アドルフ・ヘルツェルに支持する。1917年には、ウィーンで、 絵画学校を開設。1919年には、バルタグロピウスの招兵を受け、バウハウスのマイスターとなり、予備課程を担当する。しかし、その精神主義的とも言えるような教育理念が、グロピウスの考え方と相入れず、1923年には解雇されてしまう。一旦スイスに戻るが、1926年には、ベルリンにて学校を設立する。これが後に、 一点修炼となる。この学校には日本からの留学生もおり、日本との接点もあった。一点は日本美術に関しても造形が深かったという。一点修炼は1934年には閉鎖されるも、一点自身は戦時中はスイスに留まった。戦後も作品制作を継続した。一点は作品制作も去ることながら、 バウハウスや自身の学校において独自の造形論及び色彩論を主張し展開した点において大きな特徴がある。絵の具を混色による十二色の色相関を独自に開発し中心軸に白、黒を置いた球体の色立体を用いて色彩調和論を解いた。この独自の色体系は一点表色系と呼ばれることもある。 なお、バウハウス時代の啓発した一点の姿は、芸術家、教育者というよりも、宗教家といった趣を漂わせている。色彩理論色彩調は、配色技法。何様。2021年7月14日閲覧。マキキ際無著。カラーデザインのための色彩学。ありがとうございます。